エドワルト・レメーニとヨハネス・ブラームス・エドワルト・レメーニは、ハンガリー出身のユダヤ系バイオリニスト。ブラームスの青春時代に演奏旅行を共に行ったこと、ブラームスに同郷のヨーゼフ・ヨアヒムを引き合わせたこと、さらには、ブラームスのハンガリー部局をめぐって、盗作の疑いで訴えたことなどで、ドイツ・オーストリアの音楽史に名を残した。兄のレメーニ・アンタルは旅行家、作家、 1842年から1845年まで、ウィーン音楽院に学ぶ。同時期の学友としては、ヨーゼフ・ヨア・ヒム、ヨーゼフ・ヘルメスベルガー一世イ,イラがいる。1846年のハンガリー革命に加わった疑いで、オーストリア帝国から追放にされ、渡米して5年の間放浪の学士として過ごす。1853年に、ヨーロッパに戻り、一時期バイマルを訪れ、 フランツリストの行為によって指導を受ける。1854年にビクトリア女王お抱えのバイオリニストとなる。1860年に大社によってハンガリーに戻り、その後にオーストリア皇帝、フランツヨーゼフのお抱えバイオリニストになる。1865年にヨーロッパ各地で演奏旅行。1871年から1877年に パリに過ごし、それから2年後に、ロンドンに渡り、さらに、北米と中米でも演奏旅行を続けた。1886年に、世界一周の演奏旅行に着手、希望峰を超えて、アジアに渡り、インドシナ半島や中国、日本でも活動したと伝えられる。ショパンのワルツやポロネーズ、マズルカのほか、シューベルトのピアノ曲やバッハの鍵盤楽曲を、 バイオリン用に編曲し、バイオリンの新しい協定と題した曲集の中で公表した。自作のバイオリン競奏曲を残している。ミシコルツ氏は、レメーニエで音楽賞、レマニエでゼネ・リージェを設けている。レメーニは1886年7月に伴奏ピアニストのイシドール・ラック・ストーン、ソプラノ歌手、ルイーザ・マルケッティ、そのメイドと共に来日。まず、 神戸の居留地にあった劇場で2公演を行い、その後横浜に向い、8月に居留地で5公演開いた。一方で、8月10日には昼に、明治天皇他の午前演奏、夜には六名館で演奏会を開いた。午前演奏には、明治天皇のほか、昭憲皇太后や、小松宮昭人と新皇と有栖川の宮たる人、新皇のご一家などが出席した。なお、 この演奏会が、証券交代号以下の女性皇族が宮中で、初めて様相を着用した場となった。レメイニが、この来日で、どのような曲を演奏したか、日本の新聞は全く伝えていない。当時の一般的な、日本人の、西洋音楽に対する知識のなさの現れでもある。現に、当時の東京日日新聞では、レメニに関して、中年を超えたる年配にして、 頭は、半派げ固を鋭くして、一見して、その儀芸への達人たる要望を備えたり、絶技のワイオリンを奏したるに、序八球の調子の耐えなる、聞くものをして、呆然たらしむに及び減りなど、要望とか演奏スタイルに関しては書かれているものの、演奏曲目は一切書かれていない。曲目に関しては、横浜で発行されていた、英字新聞によると、横浜の演奏会では、 クロイゼェルソナタ、パガニーニのカプリス、レメーニ編曲による商品などが演奏されたようである。また、8月11日に行われた日本での最後の演奏会では、演奏中にアンマシの笛の音が演奏会場に聞こえてくるハプニングがあり、レメーニはこれに激怒して、演奏を一時中断し、音が聞こえてきた方を睨みつけていたという。2002年7月に、 秋人天皇と美智子皇后がハンガリーを訪問した際の晩餐会の席での天皇の挨拶にも1886年のレメーニの御前演奏について触れられているが、様子について曲目については明記されていませんが、当時の記録から5曲が演奏されたことが分かっておりますとしている。この記事にはパブリックドメインである次の文書本文が含まれるシンガー、イシドレ エトール、エズ、ザジュー一ュエンサイクロペディア、ニューヨーク、ファンクワグノルズ、タイトルイコールは必須です。ありがとうございます。